ピースの角度は30度。どうも、キレイネです。はい、ということで今日はですね、私、花尾くんとコラボをするときに、花尾くんからもドッキリを仕掛けられることってたびたびあると思うんですよ。なので、対策用にですね、監視カメラを買っていきたいと思います。それでは、メッツラと、調べてみたらね、こんなにいろんな種類があるんだと思って、すごいびっくりしたんですよ。まあもちろんこういうね、ドッキリとか、なんかそういうテレビの撮影用とかもあるし、あとこう防犯用としても、そういうカメラって売っていたりして、本当にね、いろんな種類があったので、そういうカメラをですね、10個購入して、実際にどんな感じの映像になるのかをね、やってみたいと思います。じゃあ、買いに行ってきます。はい、ということで、もう今銀座の一等地みたいなところにいるんですけれども、ポニーエレクトロニクスサービスっていうねお店なんですけれども、小型カメラ専門店、防犯カメラとかちょっと特殊なカメラをいろいろ扱ってる専門店だそうです。じゃあ早速行っていきたいと思います。これとか絶対バレないですよね。まあこれが今 こういうカメラ。あー、ここにカメラあった。まあ、携帯で見れるんですか。まあ、携帯で見れるような機種もあるんですよ。どっちがリモコンでどっちがカメラかな。いや、全然わかんないで。これが USB ですね。そうですね、充電器で、ここがカメラになってますね。あー、YouTuber の家にあって良さそうなのは、まあ、まあ、これなんかはそうですね、これですね、はい、この辺の機械は。これにします。こちらのタイプ、はい、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ということでね、超本格的な監視カメラね、購入してきました。本当はね、10個ぐらい買う予定だったんですけど、予算オーバーになってしまったんで、とりあえずね、1個だけ買ってきました。他はね、Amazon で購入したので、今日ですね、そちらを10個紹介していきたいと思います。これがね、一番やっぱ高性能で、本当にね、すごいいいカメラだと思います。パッカ!はい、こちらでございます。未だに本当に監視カメラっていうぐらいめちゃめちゃよくできてるっていうか、全然わかんないよね。そして続いてですね、Amazon で購入したやつですね。まず一つ目はこちらです。中国語で書いてあってすごい怖いけど、ここがカメラになってるんですよ。え、全然わかんなくない？ポーンってあったらさ、充電するプラグだねっていう風にしか見えないじゃないですか。こちらもここに SD が入れられるようになってます。わかんないね、こうやって刺してたらさ、絶対気づかなくない？これすごい。そして続いて、はっ、ペン型の監視カメラ。これがカメラになってます。ちっちゃいとこ。胸ポケットとか2個入れて撮れるよみたいな。まあ別にこうやってね、横に置いてもいいだろうし。あ、すごっ！ちょっと待って、これ見て。ここでね、充電ができて、ここにね、SD が刺さってます。この SD で録画ができるみたいです。すごー。はい、そして、モバイルバッテリー型ですね。これはね、ここに監視カメラがついてて、SD と USB のね、あれが刺せるようになってますね。どうなんだろう、ワンチャン気づきそうな気もするけどな。お次はですね、こちらです。でれん。これはですね、時計ですね。ここにね、時計が、多分印字が出ると思うんですけど、ああ、怖いした。怖いした。あ、なんか勝手に8時になってる。まあ、いっか8時で。そして、続いてはこちらですね。メガネ型のカメラです。ここで撮るみたいです。どうですか？続いてはですね、こちらです。火災報知器に化けられる監視カメラです。ちょっとね、作りはちゃっちいけど、上にあったらマジでこれは気づかないと思う。何気に顔がトーマスに似てます。はい。そして、はっ！写真立て型の監視カメラです。めちゃくちゃダメー。結構チャッチーな、これ。こんなさ、なんかシンプルなフレームになっちゃってるから、右へポツンって穴が開いてるのはちょっと不自然だよね。あ、すいません。これはアイライナーを試し塗りしてた後です。はい。そして、ほっ、じゃじゃーん、フック型です。これをさ、こんなじっと見ることなんてないじゃないですか。だからこれめちゃくちゃいいなと思って購入しました。はい。そして最後はですね、こちらです。じゃじゃん、時計です。さあ、問題です。これは、どこにカメラが仕掛けられているでしょう？でーん。正解はですね、ここでしたー。はい、ということでね、今回こちらの10個を、実際どんな感じで映るのか、ちょっとチェックも兼ねてね、監視カメラを置いて、生活をね、してみようと思います。はい、ということでね、自分のお家に早速隠しカメラを設置して、実際に生活をね、してみました。
はい、まず私はですね、朝起きてアニメを見ながら多分ちょっと仕事をし、どこ行く？え、何なの？何してんの？ご飯を食べようとしてますね。あ、結構ガッツリ入ってそうだな。あ、ガッツリしてた。今日はね、撮影なんでコーラを飲んでおります。食べてたのは多分ね、ラーメンですね。これは野郎ラーメンを朝昼としてね、食べてたんだと思います。なんか準備しようとしてる。けどまた仕事をちょびっとして、なんでペン回しできないのにやったの？あ、買い物に行ったんだ。なんか買ってきたぞ。すごいルンルンしてますね。やばい、この日の生活もう忘れてるから自分何してんのかも何にも覚えてないわ。だいぶ行動やばい女だな。下ずっとジェラピケのパンツ履いてるし。あー、この日はあれだ、毛糸縛りで中華メイクを垢抜けチャンネルで撮ろうと思って買ってきたんですね。そしてインスタ映え用にコスメを写真で撮り。メイクってすげえな。自分で改めて見るとこれはすごいですね。そして顔を洗って足の体操しながらゴロゴロしてますね。私の生活はね、大体こんな感じです。自分で改めて見るとやばいな。はい、ということでですね、監視カメラを今回紹介してきたわけなんですけれども、ちょうどね、今からうちにえっちゃんがね、遊びに来るんですよ。そこで監視カメラをですね、私今10個全部家の中で仕掛けたので、それをえっちゃんに探してもらいたいと思います。これでね、もしバレなかったら原岡にもね、気づかれないってことだから、かなり実用性の高いドッキリ用の監視カメラになるんじゃないかなと思います。ということで持った、はい、えっちゃん、はい、お邪魔します。このお家にはですね、はい、なんと今10個の監視カメラがあります。10個の監視カメラそれを全部見つけてください。よーい、スタート。あの企画でね、一回調べたことあるんだね。おこれと、はい、あーすごい、正解何個かはね、分かったわ、今言われた瞬間。これもだわ。すごいすごい、これ、え、早い早い。3つ目、あ、正解。4つ目正解です。いや、もう半分見つけられちゃった。え、上とかにくっついてるとか。お、今ですね、ちょうど2分ぐらい経ちます。で、あと1分で探してください。あと半分、ね、あと半分、あと半分を。これはさすがに、これ、正解ちなみにこれどこにカメラあると思う？え、どこだろう、わかんない、どこ。文字盤見て、文字盤撮っていいよ。そう、すごくない、この10のところにあるの。すげー。で、これもだ。あ、正解。いや、7個でしょ、まだ7個だよ、ね、あ、ごめん、9個だった。1個ね、ごめん、隠し忘れてた。あと2個、あと2個。これ、ブー。あ、違う、あ、すごい、正解です。あと1個、あと1個。頑張って。え、探せそうで探せないこの感じ終了です。惜しい、めちゃくちゃ惜しい。え、でもすごくない？そう、すごい、結構気づいたね。だよね、うん。 YouTuber 侮れんわ、怖いわ。正解は後ろを向いてもらって、うん、ゲーム機の上に乗っかっている Bluetooth のスピーカーでした。これかい。一番気づかれにくくてちゃんと使えるという、すごい。ゆきりんの宅は防犯セキュリティレベルマックスですよこれということでございました。ありがとうございました。すごいね、ちょうだい、ちょうだい